あ、思い出した。皆さんこんにちは、なぎさです。今日の動画は最近ですね、結構忙しくて届き物がたくさんあったんですけど、なかなか開けられてなかったので開封動画をやっていこうと思います。それではちょっと荷物を取ってきますね。はい、こんなにたくさん届いてました。これをね、早速一つずつ開封していこうと思います。まずはね、私すごい楽しみにしてたやつがあるんですけど、これです。これは何でしょうね。これ洋服なんですけど、展示会でオーダーした洋服が届きました。あ、じゃらーん、かわいい。オーラリーで買ったセットアップです。ちょっと開けてみますね。これがね、トップスがめっちゃ可愛かったんですよ。前はこんな感じ で後ろがね、めっちゃ可愛くて、こんな感じで結構開いてるんですよ。あ、でここはちゃんとジップでこんなに開くから着るのも楽。あとこれに合わせてスカートとパンツがあったんですけど、同じ生地のセットアップで着たかったんで、パンツを買いました。センタープレスで、見てください、可愛くないですか。これとこういうセットアップです。こういう感じ。これせっかくなんでちょっと着替えて、お見せしたいと思います。行ってきます。じゃん、かわいいオーラリーです。なんといってもこの背中がかわいい、サイドもかわいいし、あとこのパンツもね、このタックがめっちゃかわいいんですよ。あとちょっとハイウエストだからスタイルアップにもつながるし、どうですか。こんな感じでリラックス感もありつつおしゃれ。このね、またカラーが可愛いんですよね。お尻もなんか綺麗に見える気がする。どうですか。このちょっとベージュなんだけど、ちょっとイエロー味のあるベージュっていうのがオーラリーは非常に得意ですよね。可愛いの。あとやっぱ生地感がすごい、ちょっと張りのある生地感で、すごい高級感もあるっていうのがとっても気に入ってます。セットアップで買って正解。あとはね、この上だけ使ったりとか、パンツだけに白 T 合わせたりとかっていう組み合わせもできるので、そんな感じでもね、着てみようかなって思います。続いてこれはルナソルと書いてるので、おそらくコスメだと思います。開けていきます。あ、1月21日に発売しましたリナソルの新商品、エモーションシェードがコンセプトの、春夏のコスメです。じゃあなんか可愛いアイシャドウパレット、これがどんな色だろう。わ、かわいい。このピンクとオレンジ、でもちょっとブルー系の紫っぽい感じ、めっちゃかわいい。すごいなんか2022年っていう感じのカラーですね。
オレンジもどちらかというとイエロー味のオレンジ。あとはこれはチークですね。ルナソルのチークもいつも大好きで使ってますが、あ、かわいい。グローブラッシュカシスグレイス、めっちゃかわいい。 EX02 はこれは、あ、珍しい。なんかルナソルには珍しくクリーミーです。クリームチーク使うの楽しみ。あとはネイル、かわいい。わ、こんな黄色欲しかったんです。さすがです、わかってます。このクリームイエローっていう、ちょっとなんか元気すぎないちょっとクリーミーなイエローって今季はもう絶対来る色です。あとはですね、アイライナーと、あ、ちょっとカシスっぽいこういうバーガンディのカラー、ペンタイプのアイライナーとリップ。リップはプランプメロリップスサテンレイジーブルーム、かわいい。こういうちょっとコーラル系の春にぴったしなピンクが入ってました。こんな感じです。あ、落ちたな。こんな感じのバリエーション、かわいいですね、春の新色。これまたね、なんか別の機会にメイク動画で紹介しようと思います。3つ目、こちらです。なんだこのちっちゃい箱っていう感じですよね。ヒントは、はい、ノークバイザラインと書いてます。これもですね、展示会でオーダーしたものが届けました。中身は何かというと、これもめっちゃ楽しみにしてた。おお、じゃーん、なんと指輪です。しかもね、これ6つセットなんですよ。6つセットで価格を言うと22,000円っていう超激安。実際つけてみますね。で、これはちゃんとなんか全部の指につけれるように1個ずつサイズが違うんですよね。微妙にサイズが違ってて、こういう感じで、はい、かわいい。このね、あの、こっちは何もなんてない、こういう感じの指輪ですね。細いリング、めっちゃかわいい。そしてもう一タイプ入ってて、これがね、チェーンになってるんですよ。もうこの全部の指につけてもいいし、なんかいろんな指にはめて楽しみたいなと思って、はい、どうでしょうか。こちらはチェーンタイプです。なんとお得なセット、しかも超かわいい。じゃーん、あとこのコンビで今持ってる指輪とこうやって合わせても可愛いし、もちろんこんな感じでシンプルにこれだけでも十分可愛い。はあ、これ買ってよかったです。ノークバイザラインのリングの6つセットです。続いてはこちら、リーカが届いてました。皆さんも大好きですよね。ヘアメイクの松田未来さんのプロデュースするリーカ、かわいい。あ、ネイルが、ネイルかな、ネイルが3色入ってました。で、いつもこういう風にね、かわいいビジュアルブックがいつも入ってるんですよ。こんな感じで、この3色ですね、きっと。開けてみます。おー、かわいい。これはね、ドレっていう色で、ちょっとゴールド、ラメが入ってる渋いゴールド、
あとね、いつもね、可愛いなって思うポイントが、こういう風に箱の中にメッセージが入ってて、 Tomorrow will be an even better day。 こういう風に毎回違うね、メッセージが入ってるんですよ。あなたの明日は輝いている、可愛い。あと他の2色はこういうローズっていう色とジムでラメの色が入ってます。可愛い。リカのネイルは本当に可愛くて、なんかヘアメイクさん作ってるっていうのももちろんあるんですけど、すごいね、こうブランディングだったりとか、こういうちょっとしたなんかものづくりの姿勢がめっちゃ素敵だったなって思います。リカのネイルでした。はい、続いてはこれもうね、ちょっともう箱から出しちゃいましたが、じゃん、ダイソーのドライヤーです。これもめちゃめちゃ楽しみにしてました。巷では人気のダイソーのドライヤー、開けてみようと思います。ほうほう、どっから出てくるのかな。じゃーん、あ、すごい、いろいろ複雑に、あ、いっぱいなんかついてる。はい、出てきました。おしゃれです。見て、おしゃれすぎやしませんか。あとアタッチメントもいろいろついてて、じゃあまあ普通にこのね、ノズル、ブローとかするときに使うものと、あとはこれ多分ディフューザー的なやつかな。あとね、今回私一番楽しみにしてたのがこのノズルで、これにこれつけてどうやって使うかというと、こういう風にゾウさんのね、鼻みたいになってるんですよ。でこれどうやって使うかというと、こういう風に後ろとか難しいところをこういう風に使うと綺麗にまっすぐなるっていうやつなんですよ。これがね、最新式のやつには、新しいアタッチメントです。これめっちゃいいんですよ。これもね、ちょっとね、使うのを楽しみにしてました。せっかくなんでね、使ってみようと思います。ここにスイッチがあるので、ちょっと勢いが良かった。あ、ここでこういう風に段階がロー、ハイ、ハイ、ミドル、ローっていう感じですね。こっちが厚さかな。普通にね、じゃあ最初乾かしてみます。お、いい感じ。しかもこのハイパーにしたら、見て、この威力。おお、すごいすごいすごい。これはもう速攻乾くんじゃないか。で、じゃあさっきちょっとね、あれ、楽しみにしてたこれを使ってみたいんですよ。浮き毛抑制ツールと言います。ここってね、正直こうなんかブローするの難しいんですよね、やっぱブラシを使って。でもこれがあるとこういう感じで、ここが一番難しい部分が簡単にこうやって当てるだけなんですよ。当てるだけでまっすぐなってくれるっていう、これめっちゃ便利ですよね。やっぱブローのテクニック結構難しいと思うので、これがあるとすごい、これ最高です。このノズル、どうですか。ここ当てたとこ使い出てるかな。こっちやってない。
すごいね、サラサラになったと思う。はい、というダイソンのねドライヤーでした。まだまだあります。はい、こちら、これはですねナチュラグラッセと書いてますんで化粧品だと思います。職業柄ねコスメは結構たくさんありますね。日々ね新しい新作だったりとかをいろいろお届けいただけるんですけど、あ、これはですね、UV シリーズのプロテクションベースとコンパクト、UV パウダーです。しかもこれが限定デザイン、2月15日発売。かわいい、かわいいですね。夏っぽい、まさに季節感満載のパッケージで、パウダーとメイキャップベースっていうことなんで、ちょっと中身お見せしますね、どんな感じか。あ、いいですね、このなんか小さいサイズが持ち運びにも便利で、SPF50 プラス PA3 プラス 30mm 入ってます。振ってミックスして使うタイプだと思う。じゃあ実際ちょっと手に出してみます。あ、こういうね白い感じ、あ、すごい綺麗に伸び広がって、すごい溶け込んでくれます。肌にツヤ感もいい感じ。じゃあここにこれを重ねてみようかな。かわいいパッケージが。これも、あ、これは SPF50 プラス PA4 プラスです。日焼け止めパウダー、コンパクトのねパウダーってすごい助かりますよね。つけました。あ、いいですね、すごい密着感もあるし汗にも強そうな感じがします。すごいなんかキメが整った感じの肌になりますね。これはちょっと夏に使うの楽しみにしておきます。最後はこの大物をご紹介しようと思います。アッシュと書いてありますね。これはおそらく洋服かな、何だったかな。でもね、オーダーした商品です。じゃーん、3点入ってましたね。こちらはこちらから開けていきますね。じゃん、はい、スタイリングのニットカーディガンです。かわいい、このねバルーンスリーブがめっちゃかわいかったんですよね。着てみようかな。うん、どうですか、かわいい。本当はねここを肌見せして多分デニムとかで着ようかなと思って、ここが肌が見えてる方が可愛いかもしれないけど、この袖もめっちゃ気に入って、あとカラーもすごい可愛いし、この辺のなんか切り返しのディティールがすごい可愛いなと思って買いました。スタイリングのニットカーディガン。もう一つはパジャマ、パジャマなんですけど、このまま例えばデニム着てお外にも出かけていけるぐらいのすごい綺麗な上質な生地で、セットアップをアンダーソン・アンダーソンで購入しました。これも着てみようかな。じゃん、どうですか、着てきました。
可愛くないですか。なんかねパジャマは結構ネイビーが好きで、なんか下着とかもちょっと白だと透けるのが気になるじゃないですか。だからこのこういう感じでね、こうやってくつろいだりもできるし、基本的にラウンジウェア、部屋着とパジャマは分けてます、いつも。その方がね、なんか切り替えもできるし、あと安眠できるって聞いたことがあるので、パジャマを着て寝るようにしてます。これね、こういうねタグとかもすごい可愛いんですよね。あとね、あ、こことかも結構ディティール細かくて、こういう風にタグが入ってたりとか、なんでこのシャツも綺麗なんですよね。こんな感じ。生地感はすごい肌に優しくて全然痒くなりません。デリケートな人でも心配なく着ていただけると思います。私も結構肌が弱いので、こういう普段はできるだけ肌に優しい素材のものだったりっていうのをパジャマとかインナーで着るようにしてます。はい、というわけで本日は開封動画をしてみましたが、いかがだったでしょうか。最近ねちょっと忙しくてなかなか箱を開けられてなかったので、皆さんとね一緒に箱が開けられてよかったなって思います。ついねなんか買った瞬間に満足して、届いたのに開けてない箱って皆さんもありませんか。私はね本当にそういうのためがちなので、またぜひ開封にお付き合いいただけたらと思います。開封したものの中でもし気になるものがありましたら、またぜひコメント欄にメッセージお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。